ということで、今日は控訴審ということで、2時半から高裁で始まります、まあ、それにあたりまして、門前集会を開会をさせていただきます、まず最初にですね TPP 交渉差し止め違憲訴訟の会の代表しております、池住代表の方からご挨拶をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。あ、皆さんお疲れ様です。天気がねこのような状況ですけれども、これだけ集まってくださいました、ありがとうございます。今日は、控訴審ですね、名古屋高裁で第1回目の口頭弁論です。皆さん覚えてますでしょうか、この裁判を起こしたのは、提訴したのは2年半ですよ、2年半前ですよ。随分の時間でね、いろいろやり取りしたんじゃないかと思う方いるかもしれないけれども、残念ながら実質的な審議というのはほとんどなされないままです。私たちはなぜこの TPP が憲法に照らして違憲なのか、どういう問題を生じるのか、そういう13の問題に分けて分かりやすく繰り返し繰り返し話をしてきました。2年半の間ですね。そして証人を招いて話を直接聞きましょうということも何回もやってきました。しかし被告国側はそれに対して答えませんでした、一切答えなかった。そして私は忘れもしないんですが、今年の6月7日、東京地裁の裁判長はですね、審議は十分に尽くされたとして、そして一方的に決心をして打ち切ってしまって、ひどい判決 を出した。これは司法府の責任放棄、私は自殺行為というふうに表現を取りました。それから5ヶ月経った今日ですね、名古屋高等裁判東京高等裁判所で、ね、第1回目です。審議されてないんだからちゃんと審議してくださいっていうのは当たり前のことですよね。それをね今日やりましょう。ましてやね、第1回で終わりなんてとんでもないことですから、私はこれ本当に大切な命の裁判、命を守る裁判というふうに感じるように強くなってきました。そういうところから、とにかく第一審で審議されてないんだからしっかりやりましょう、これが控訴の最大の理由です。2つ目、 TPP は発行していませんけれども、形を変えてそれをベースにしてどんどん進んでいます。アメリカを除いた11カ国でもって今日ですね、今2時ですからもうあと1時間半後ぐらいにベトナムのダナンで、首脳閣僚会議 TPP11、 アメリカ以外の11カ国でこれを進めて大筋合意を今日と明日ダナンの会議でやろうという動きがあります。 RCEP の方も動いています。日本とヨーロッパの大筋合意も7月に、合意を得ています。 TPP は終わっていません、まだ終わっていません、続いています。形を変えて巧妙な形でどんどん進んでいます。皆さん今日のね口頭弁論とても重要です。形を変えてどんどん実態を TPP の考え方よりももっと先を進めようとしている、これを押しとどめるためには元となっている TPP に私たちが目を向けて、裁判所に目を向けさせて、何が問題なのか、憲法に照らしてそれがどうなのかということを正す、そういう裁判です。幸いにして101号法廷を獲得することができましたので、全部埋まるかな、ちょっと心配ですけれど、まあ、でもね、真剣に、傍聴していただいて、裁判官の一挙手一投足を私たちは見逃さないで、法と良心に従って法の正義、
法の正義をね、果たしてもらう、そういうようなつもりでやりたいと思います。今日これからの内容ですとかそういうことについては、この後いろいろ説明があると思いますので、皆さん今日どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、この訴訟の弁護団の共同代表をしております岩月先生の方から、ご挨拶をいただきたいと思います。こちらに来ないとハウリングしますので、はい、どうも皆さん、天候の悪い中たくさん集まっていただいてありがとうございます。今日が名古屋、東京高等裁判所控訴審の第1回期日です。坂田弁護士が弁護団の事務局やっておりますが、もともとは40人規模の法廷しか用意されていなかったのを、坂田弁護士が高裁の書記官とやり合って、なんとか本当に大法廷、もう一度大法廷で審理させるということまで実現しました。で、今日は第1回期日ですので、何がされるかというと、まずこの間出した高等裁判所へ出されている書面があります。これが控訴状がまず出され、控訴理由書が出され、被告の国の方から控訴に対する答弁書が出されています。これをそれぞれ陳述するという手続きが今日行われます。そして、さらに、今回、新たに、証人あるいは原告本人の、尋問の申請をしております。これが種子法廃止の関係の証人、あるいは食の安全に関わる安田節子さん、赤木さんなどの申請をしております。この証人とか原告本人の尋問をぜひ採用してください、採用してほしいということを強く裁判所に訴えます。ここが今日の正念場だというふうに思います。全体の流れとしては池住、代表の方から、意見陳述、それから控訴の理由の要旨について、私の方から、意見陳述をし、それから証人採用に関する公募があるということです。場合によっては本当に今日1回で終わってしまうというようなとんでもない進行になる可能性もなきにしもあらずということで、ぜひ証人尋問を勝ち取るために頑張っていきたいと思います。皆さん今日もたくさん集まっていただいて本当にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それじゃあまだ時間が少しありますので、今日はお二方からあとご挨拶をいただければと思います。植草先生とですね、それから院薬先生、それぞれお見合いになっておりますので、初めに院薬先生の方から、すいません、突然で申し訳ないんですけども、一言ご挨拶いただければというふうに思います。一言でいいや、いけないですよ。突然で申し訳ない、今回その TPP に関してのです、ね、すみません、TPP の問題ですけども、種子法が廃止された、これはやはり TPP 交渉の中で日本政府がアメリカ政府に密約したんではないかと思わざるを得ないと思っております。ですから、現在この種子法が廃止されて、これから まさに TPP が実現していくというのが今の現状ではないかと、そういうふうに思っております。で、何が一番問題なのかの時にですね、なぜ種子法が廃止されたら問題なのか、皆さん TPP に言われている多国籍企業の特許、これはどんなものなのか、やはり考える必要があると思うんですね。つまりですね、多国籍企業が持っている種子の特許、あれは何かと言いますと、種子というものはもう多国籍企業の所有物になってしまうんですね。それは私たちは買うことすらできないんです。できるのはライセンス契約によって契約栽培者になることができます。だけどその、多国籍企業から与えられる種子は多国籍企業のもの、
農家のものにはなりません。そしてその収穫もまた多国籍企業のものになってしまうわけですね。つまり我々の食というものが全部多国籍企業に支配されてしまう、でそのような時代になってしまうと思うんです。でそういった形でこの私たちの、生活、公共の財産、それが、奪われていく、でその一つの大きな、道具が TPP であろうと思います。ですからこの、TPP の問題をしっかりと、明らかにして暴いていく、でそのことは本当に重要なことだと思います。その意味でこの訴訟をより多くの人たちに広げて、その意味を知っていただくことが今とても必要になっていると思います。皆さんと共に頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。でじゃあ続きまして、あの植草先生の方からご挨拶します。皆さんこんにちは。今日も、高等裁判所での控訴審第1回口頭弁論ということで、お運びいただきましてありがとうございます。私もあの原告の一人として参加させていただいております。いろいろ忙しいことが多くて、11月3日も国会法医、大行動ということで4万人の集会がございました。これは安倍会見ノーということでの集会でしたけれども、おそらくここにいらっしゃる皆様方も重なって参加されている方多いんではないかと思います。トランプ大統領が来まして、妙な騒ぎになっておりましたけれども、50億円を超えるような資金が自分のポケットマネーのような形で、支払われるというような、まさに政治私物化、森友加計問題も全く同じ図式でありますけれども、こういう政治が曲がり通っている、こういう政治そのものを私たちは正していかなければいけないと、そういうふうに思っております。TPP につきましては、昨年この安倍政権が TPP 批准を強行したと、まだアメリカが離脱するかもしれない、そういう状況の中でなぜ急ぐのか、こういう議論がありました。その時にこの TPP については一切最終合意については手をつけない、そしてアメリカの参加のない TPP はない、こういうことを安倍首相は国会で何度も明言しております。TPP の最終合意について修正あるのか、その修正をしないためにも早く批准が必要だと、こういう話をしておりました。ところがその後アメリカが TPP から離脱ということになりましたので、現在のその最終合意文書ということからすれば TPP 発効できない、日本政府の立場もこの TPP の最終合意文書に手をつけないということになりましたから、当然この TPP の発効はないということが論理的な筋道ということですけれども、それにもかかわらず今度は手のひらを返して米国抜きの TPP とかですね、 TPP の内容を修正して TPP11 で発行する、まさに国会軽視、国会無視した、議会政治を無視した政治を行われている、こういうことに対して私たちはしっかり抗議の声を上げていかなければならないというふうに思います。各国は TPP についてアメリカが TPP 離脱ということを表明したのも、アメリカの国民の利益ということを優先したアメリカ第一主義などと言われておりますけれども、トランプはトランプでアメリカの国民の利益というものを優先した行動をとっていると、こういう理解ができます。ニュージーランドがこの TPP から離脱するのかどうか焦点になりましたけれども、最終的な判断としてニュージーランドの輸出を増やすために TPP を活用しようと、そういう判断があったように思いますけれども、いずれにしましてもそれぞれの国は自国の国民の利益を優先した、そういう政策を取っている。これに対して安倍政権が TPP を推進しているというのは基本的にグローバリズム、いわゆる多国籍企業、世界を支配しようとしている巨大資本の利益を優先して、国民の利益は損なっても構わない、自分ファーストと言われますけども、同時にハゲタカファーストという政治と、こういうことだと思います。裁判につきましては、これは特に日本の裁判所におきまして、日本の裁判の司法権、司法主権が侵害される、裁判所の存立そのものに関わる問題でありますから、TPP が発効していないとか、まだ実効性がないということで、この審議を避けるのではなしに、日本の裁判所としての矜持、日本の裁判の司法主権というものが失われるということについて、高等裁判所はしっかりと審議をして、日本の司法部としての判断を示すべきだというふうに思います。日本の裁判所というのは基本的に政治権力の意向を考えて行動すると、日本
忖度裁判所というような実情になってしまっているわけですけれども、まあ、そういうことではなしに日本の司法試験が侵害される根本的な問題がありますので、その審議をしっかりしていただくように、私たちは声を上げてこの裁判を実りあるものにしていきたいというふうに思います。今後とも皆様と共に力を合わせて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、で最後に訴訟の会の幹事長しております山田先生の方から一言。雨の中本当にいっぱい集まっていただいてありがとうございます。今日はね、第1回の控訴審で大法廷を、まあ、裁判所の方が用意してくれたんですが、でどうなるかと思いましたけど、こうして皆さん集まっていただいてありがたいと思ってます。今本当に大事な、国にとって大事な裁判が行われています。で実際 TPP はトランプ大統領の離脱表明で死んだと思ってましたが、実際には日本はこれを成立させ批准したのです。日本だけがと言っていいんです。でしかもそれに関連する法案を次々に出している。私どもが2年半戦ってきた第1回目の裁判で、実は判決は TPP 協定は未だ発効されていない、でそれに伴う法律の改正もなされていない、よって国民の権利義務に変化はないと、よって却下するという判決だったんです。ところが実際には韓国が米韓 FTA で5年間で200本の法律が改正されましたように、日本でも今次々に法律改正がなされています。水道法の改正改定案というのは前の国会にも出され、今度の臨時国会で通るんじゃないか。で市市法と農業競争力強化法案というのは先の国会で通ってしまいました。特に市市法が通ってしまったということは、私もこの前行ってまいりましたが、日本モンサントの虎の恵みという米の品種があります。これの栽培しているところに行ってきました。で一昨日は富山で光光を収穫しているところに行ってまいりました。米の品種です。で筑波 SDA というその米の品種を栽培している農家にも行ってお話聞いてみました。いよいよ今まで市市法があって、各県の優良品種奨励制度があり、国が米と麦と大豆の種子は管理して、そして各都道府県に義務付けして、そして優良品種奨励制度でコシヒカリ、秋田小町とか300種の米を我々食べることができたわけですが、これから F1 の品種、ミツヒカリや F1 の品種で公共種子と違って10倍の価格がします。でしかもそれだけじゃなく、この遺伝子組み換えの種子が韓国では試験栽培も許されてないのに、日本では現に栽培されて、で先の国会でカルタヘナ法の改正もなされ、そしていよいよ米の品種でも F1 の品種とか遺伝子組み換えの品種を植えようと思って申請すれば、日本の食品安全委員会はそれが安全であると、遺伝子組み換え食品はそう言ってますから、結局は農水省としても遺伝子組み換えの稲の作付けについてそれを反対する理由はありませんという話です。これはね、でこれはまさに種子法もこういう問題、そして実はこのカルテヘナによる承認が、米があればすぐできるわけなんですが、それもこの前改正されましたし、それだけではありません。いわゆる日米の交換文書の中にポストハーベスト農薬、いわゆるそれについて日本は初めてそれを承認すると、しかもですね、いわゆる残留農薬の暫定基準を、いわゆるこの3月から7月にかけて次々に改定して、
場合によってはあのラウンドアップのいわゆる遺伝子組み換えで大事で使われているラウンドアップの主たる成分であるグリホサートの暫定基準をものによっては300枚まで政府は引き上げました。これはね、そして今食品安全委員会で食品の表示、今まで遺伝子組み換え食品は表示が義務付けられてました。しかしこれは法律ではなく内閣府令なんです。内閣が決めてるんです。だから雨はこれをいつひっかり返すかわからない。で、食品の遺伝子組み換えの表示義務がなくなれば、我々は本当に遺伝子組み換えの米なのか麦なのかで、トウモロコシなのか分からなくなってしまう。今そういう瀬戸際にあるわけです。我々は何としてもこの裁判でどんなことがあっても負けられない、そんな思いで一つ弁護団もまあ週に2回ぐらい集まって夜遅くまで検討しています。わざわざ名古屋からも岩月先生、池住先生見えていただいていますが、そんな中で何としてもこの裁判は勝たなきゃいけない。将来の日本の我々の孫や子供や子孫のためにも、そういう意味でどうか皆さんで一緒になって頑張りたい。で、この後この裁判の傍聴席大体入れると思いますが、入れない人がもし席が限られますんで、どうぞ入れない人がおりましたら、あの抽選で傍聴券がありますんで、で、あのそのままこの TPP 違憲訴訟の旗のもので議員会館の方、衆議院の第一議員会館で待っていただければ、すぐにあのその後3時半から弁護団からの報告と皆さんとの意見交換、4時から安田節子さんに種子法の話と食の安全についての話を講演していただきます。で、みんなで一つ共有しながら、何としても日本の食を守る、農業を守る、食料を守るという形で皆さんと一緒に最後の最後まで戦いたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。よければあの大丈夫だということになっておりますので、そちらの方にご移動をいただければというふうに思います。それでは、これで門前集会を終わらせていただきます。ありがとうございました。まず、岩月先生の方からですね、その概要を含めてお話しいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。大変残念な、わざわざこの雨の中、あるいは遠方から来ていただいて、大変残念な結果だったと思います。あの法廷入っていない方は何人かおられますか？何人かおられますね。じゃ あの順番に、説明しますが、最終的にはあの今日で決心と、いうことで、それに対して、忌避、裁判官の忌避を申し立てるというところで手続きが終わった、いうことです。で、まあ順番に申し上げ、順番に手続きを言うと、控訴審という、手続きとしては控訴状と控訴理由書を述べる、それに対して、被告側が答弁書を陳述すると、いう手続き、そして、証人の申請をするという手続き、証人としては種子法の関係、食の安全の関係で、3人に絞った証人申請をしましたが、そういう申請をするという手続きが、まあ、順に進められました。で、そこの中で、非常に、まあ特徴的だったのは、被告側の答弁書は控訴理由書に対して具体的にまだ反論がされていない形だけのものだったんですね。ですから国側の代理人は1月中にはと言ったと思いますが、1月中にはその控訴理由書に対する反論を出すというふうに言っていたんです。だからその時は辻弁護士が隣に座ってて、
私の膝を叩いたんですけど、なんとかなるんだというふうに思ったのではないかと思うんですが、裁判所の方はそういう形で被告側が反論をするというふうに言っているにもかかわらず、こちら側が積極的にまだその承認申請の理由を述べる前に、承認3人は却下するというふうに、先に話をしてしまうという事態がありました。でその後承認の採用について山田先生それから三雲弁護士の方からそれぞれ承認採用を求める理由を述べました。そしてあたかも何かそこで検討をするかのような形で、裁判官は3人は一旦休廷して合議に入りますということで、どうですかね、7分ぐらいですか、間が空いたと思います。で出てくるなり着席して、決心して判決言い渡しはっていうところで忌避をして止まったと。で忌避について理由を述べよと言われたので辻弁護士が熱弁を振るったという形で、終わっています。非常にまあ不公正、やる気がない、あるいはとにかく早く終わらせてしまう、今日1時間取ったらそれで十分だろうというこうしたやり方については到底、納得できるものではない、非常に怒りを弁護団としても感じているところです。被告ですら反論すると言っているのに被告の反論する機会すら奪って、無理やり、今日の段階で審理を終えたという状態です。で今後は、まあ判決言い渡し期日はまだ指定されていない段階で手続きが止まりましたので、忌避についての判断がまた高等裁判所の違う合議体で違う部の裁判官によって忌避についての判断がなされ、その結果忌避が却下されることは実務的にははっきりしてるわけですけれども、忌避が却下されると判決言い渡し期日が指定されて改めて控訴審の判決が言い渡されるというような段取りで今後は進むことになると思います。ざっくり、非常に不十分な報告ですけど以上です。いや本当に今日皆さんご苦労様でした。今日は本当に残念な結果で思わず私は弁護団席に行って畜生と言ったんですがただ隣の岩月さんも畜生と言ってましたね。で言ってみれば我々皆さんもですが弁護団も控訴審じゃない第一審の判決の時もいわゆる国側が次準備書面で反論しますと言ったのにかかわらずそれを無視していきなり決心と言って判決を出したといういきさつがありまして、で時も本当にこの日本の裁判というのはあまりにも腐ってるじゃないかとそう思ったんです。しかし今回第一審で我々も何度も弁護団で打ち合わせしてこういう順序でこういう手はずでいこうという形になって、でそれなりに皆さんも聞いておりました通りいわゆる原審の判決は言ってみれば TPP が発効されていないからそれに伴う法律の改正も施行もなされていないよって国民の権利義務に変更はないと言ったんですが実際にはすでに着々と言ってみれば TPP 内容そのものが実現されようとしている。今回控訴審で我々はその具体的な主張をしようじゃないかと、例えば種子法の廃止、そしてグリフォサートが場合によっては300倍までこの
いわゆる日米平行協議 TPP に伴う、それのいわば日米間の交換文書によって変えられてきて、そういう事実を具体的にやろうという形で今回みんなで準備して当たったんですが、まあああいう形で全く本当に国側が1月中に反論を出しますと言ってるのに、反論も全く出さないままに決心するということは、言ってみればですね、私には全く理解できない。こんなバカな裁判がこの東京で現に行われているということ、これは本当に今日は許せないと思いました。これはね、でまあこのような各国、例えば韓国にしても裁判官は ISD 条項、これは大変問題だと、いわゆる最高裁の大法院の判決の決定よりもその上に TPP、ISD 条項の仲裁委員会が来るわけですから、カナダの最高裁判決が ISD 条項にかけられて覆されたように、最高裁の判決だけでも21判決 ISD 条項で各国の判決が覆されている例もありますから、言ってみれば今回もしこれを裁判官が判断せずに、この問題 ISD 条項 TPP の問題を憲法違反であるということ、これを判断せずにそのままやったとしたら、これは今回の裁判官の歴史的な日本にとっての汚名を残すと、でそういう主張もさせていただいてるんですが、本当にあっけなくやられてしまいました。これはね、でそういう意味で、まあ、今回非常に思わず畜生と言ってしまいましたが、悔しいことなんです。で弁護団もこの後早速いろいろ論議したいと思ってますが、今日は皆さんからもいろんなご意見聞かせていただければと思ってます。でその前に総括して池住さんからお話伺えれば。なんて言ったらいいんでしょうね。意見陳述は控訴人のとしての意見陳述、皆さんの気持ちを的確に代弁したかどうかは知りませんけど、何だったのかですよね。なんで控訴したのか、第一審のひどさの一部を語りましたけど、同じことをやったじゃないですか。で杉原さんニコニコ笑いながら聞きましょうって言いながら、なんか真綿で首を絞められるような、そんな、感覚にも入りました。私は今山田さんが岩月さんも話をしてくださった通り、非控訴人側がね反論をすると言ってるんですから、裁判所もしてるわけですから、ですから、そういう非控訴人側の弁論の権利、反論の権利を奪ったっていうことにもなりますよね。私終わった後ですね、非控訴人側、国の前に座っている4人ですね、4人のところに行ってね、優しくねこういうふうに言いましたよ。こんなことして本当に恥ずかしくないんですか、こんなことをし続けていいんですか、どう思いますか、公務員として。そういう言い方をしてですね、一人がちょっと口を語ろうとしたんですけども、もうそのまんまで何も語らないで、で私と目を最初はあったんですけど、目を伏せて退席をして追っかけようと思ったんですけど、そこまではしませんでしたけども、つまり非控訴人側の言論の権利も奪ったし、私たちがこれだけ第一審がひどかったんだから第二審でしっかりお願いしますよ、これは裁判所のためにも重要でしょう、裁判官の3人の方にもこれとても大切でしょう、司法の試験が崩れていってしまうでしょう、そういうふうに陳述をしました。明らかにこれは歴史の汚点
の一つとしてカウントされるべき内容だと思います。私は被告側と話をしてですね、見送るときにもうちょっと言葉をかけようと思ったときに、やっぱり怒りがね、ずっと出てきましたね。情けなさとね、こんなことを繰り返してても、まあ、名古屋はいいとは言いませんけども、名古屋の私の経験からするとまだ少しはいいと思っていたので、でも現実にこういうような形でいきなりの決心というのでですね、なんか力が抜けていくような感覚に今襲われています。暗い話ですいませんけれども、本当にそういうふうに思いました。理由を述べないんですよね、なぜ決心なのか。専門家の証人と2人の控訴人本人の証人尋問を、それを却下とも言う、具体的にこれを却下ということは言っていませんけども、理由も言わないでいきなり決心ということだけですから、会話が成り立たないですね。あと ですから、なんか地方府の役割を本当に回避をした大使もそうでした。繰り返されたんですよね。これどういうふうにするか、難しい裁判だということは皆さんも承知だし、私もそう思ってました。ですけども、これだけ命の裁判でね、命、暮らし、健康、すべてに関わることなんだから、少なくともね、そういう声を直接聞いて、そして最終的には法と良心に基づいて裁定をしてもらおう。第一審はそれがありませんでした。第一審は入り口にも入れなかった。こんなことを繰り返してちゃダメですよね。原発の裁判等でもひどいのが続いていますけれども、ですけども、このまんましょうがないよねっていうふうに諦めてしまっては終わりだと思います。私はイラク訴訟の経験からも言ってもですね、内容全然違いますけれど、どういうふうにしていったらいいのか、まあ、これは今度また後半に話があると思いますが、行政訴訟を起こしていくということに力を今年は注ぎたいと思いますが、それと同時にですね、今の司法府のこのひどいやり方をね、どういうふうにしてオープンにして、マスメディアも含めて多くの人に知ってもらって、それに対して具体的に提言提案をしていく、開かれた司法府とか市民参加とかいう、そういう司法改革を10年ほど前でしたか、言って裁判員制度を導入しました。何ですか今日のは、こういう声をですね、荒い声で対決姿勢を鮮明にというふうにしすぎては対話が成り立ちませんからいけませんけれども、じっくりと私なりに咀嚼して反芻してですね、から弁護団の方々、ボランティアの方々、原告控訴人の方々、今日来てくださっている方々とね、知恵を出し合って、一つ言えることは、これでめげない、諦めない、終わらない、TPP が終わらないのと同じように、私たちも TPP への取り組みの戦いをね、は終わらない、続けていく。今日この後にこういうひどい状況の直後ですけども、安田さんを招いてね、こういう講演会をというのは、諦めない忘れない、これだけ大切なことなんだから、もう一回確認しようよっていうね、力をこう増し加えるような、そういう場、これから時間1時間ほど持てると思いますので、私はこちらの方でぜひまた話をね、伺いたいと思います。まとめに全然なりませんが、今思いの言ったのをですね、そのまま言葉化させていただきました。坂田さんと目が合いましたから、マイク回します。すいません、遅くなりました。弁護士の坂田です。私も今回の裁判に向けて控訴審、ずっと事務方の方で、私は弁護団の中でも活動しておりまして、控訴員の方500何人、名前を連ねていただいたり、あるいは弁護団も何十人というふうにおりましたので、そういった諸々の手配だとか手続きだとか、あとは弁護団会議を取り仕切ったりとか、そういうことをずっと、やっておったんですけれども、先ほど来、他の弁護士や池泉先生からもお話があったように、
正直こんだけこう細々としたことも含めて全部準備してきたのに、あ、こういう終わらせられ方をするのかと思うと非常に虚しい気持ちで私もいっぱいです。本当に、まあ、裁判法廷傍聴されてた方見てらっしゃったら分かったと思うんですけども、裁判官は3人が一旦こう後ろに引っ込んで評議しますというふうに言って一旦です引き込んだわけですよね。そうするとなんかいいこと言うのかなというふうに思って見てたらですね、出てきて座った瞬間に決心しますというふうに言ったわけですね。できっとはこれはどういうふうに言ったら一番スムーズに終わらせられるのかということを多分後ろで3人で話し合ってたということなんだろうなというふうに弁護団の中では話をしていました。でただその決心しますというふうに言われた後、やっぱりこの裁判の終わらせ方はおかしいんじゃないかということで、辻弁護士の方から忌避の申し立てということを口頭で意見が述べられていました。であれについては弁護団の総意でもありますし、そして控訴人のあるいはここにいらっしゃる皆さん の, 意見でもあるというふうに思いますので、あれを簡単に私どもの方でもう一度文書の形にして再度裁判所の方には提出したいというふうに思います。これで裁判所がすいませんでしたと言ってもう一度裁判やり直しますと言ってくれればいいんですけども、なかなかどうなるかというのは判決の期日も含めてまだ不透明なところではありますけれども、今しばらく年明けまで、実際にお裁判としてはかかるところになるのかなというふうに思っています。すいません、ちょっと簡単ですがしていただきました。誰にのみこです。今日は本当に残念な結果に終わってしまって申し訳ありませんでした。まあ、あまりその控訴審の方で、結論をひっくり返してくれるという、まあ、大きな期待もしてなかったんですけども、他方で、今日いきなり決心ということも予想してはおりませんでした。まあ、非控訴人の方でですね、国の方で反論はせめてするんだろうというふうに思っていて、まあ、実際反論する気も、あるというふうに法廷で明言されたので、次の機会が多分来るだろうと。で、それまでにこちら側は徹底的に証人調べを請求して、まあ、実質審理まで持ち込むんだというふうに、思っていたんですけれども、のっけから、認証調べは却下するというところから始まって、まあ、会話が、全く成立しない裁判所であるということが、最初から分かったんですね。で、まあ、せめて認証調べの理由だけ言わせてくれということで、言ったところですね、今度は、まあ、国側の意見を聞き始めたので、まあ、却下するって言ったけども双方の言い分を聞いて検討するのかなと。で、国側が、まあ、必要ないだろうという意見を言った後、検討しますと言って引っ込んでったんでですね、一回却下するという結論を出したんだけれども、両方の意見を聞いたので、まあ、もう一回考えるのかなと思って帰ってきたらですね、決心しますということで、なんかこう会話が全くこう噛み合わない、裁判所だなというふうなイメージを持ちました。おそらく今日決心をするということの、ストーリーは、裁判官3人で話し合っていたんだと思うんですけども、のっけから裁判長が認証すれば却下するというところを言い出したところで、おそらく彼らも歯車が狂って、なおかつコミュニケーション能力が高くないために、ああいうことになったんだろうと思いますけれども、ちょっとそういう裁判所の在り方っていうんでしょうか、裁判の、まあ、法廷に検出された事実、あるいはその口頭の弁論というものをですね、重視するという、まあ、国民に保障された裁判を受ける権利というものが本当にないがしろにされているのが今の東京での裁判の実情なんだということがよく分かったというふうに思っています。ただ、まあ、TPP の問題というものはこれで終わったわけではありませんので、もちろん忌避というところの手続きもありますし、また今後 の, その行政訴訟というところもですね、しっかりと検討して、この TPP というものがいかに国民にとって危険なものであるか、それひいては国全体にとって、裁判官も含む国全体にとって危険なものであるということをしっかりと明らかにできる、そういう運動にしていきたいと思います。弁護士の先生の方から報告ございましたけれども、この後の時間帯がちょっと若干押してるんですが、まあ、これだけはという方で2名ぐらいの方、もしくは会場の中からですね、ご発言があればお願いをしたいなと思いますが、誰かおられますでしょうかね。あ、どうぞ。あ、今手を挙げられて、傍聴してたんですけども、すいません、私安保法制違憲訴訟の方も傍聴してます。で、 TPP は今日初めて傍聴なんですけどね、こんなひどいやり方なんだって。実は私の父裁判官だったんですけど、一言こんなひどい訴訟式なんてやってませんでしたよって傍聴会せっかい言いたかったです。
ちゃんとね、うちの父なんかは両方の言い分を聞いて、それでいろいろあの現地にも行くときは行って調べて、それであの考え、あの自分いろんな歴史的なことがあれば歴史的なことを調べてやってたんですね。そういう姿は子供ながら、あのもちろん家族には内容は知らせませんでしたけど、秘密ですから。でもそういう姿は見てましたので、あまりにもひどいなと思って、これなんとかあの全国広く知らせましたと思いました。本当にあのもう心外です。あ、すいません、その疑問点なんですけど、書記官があの実際に記録してたんでしょうか。私その辺がね、あの弁護士さんはこっち見てたんで、あのご覧にならなかったと思うんですけど、私はそのあの男の方で後ろの方にあのおられたんで、何にもなんか記載してるようには見えなかったんですけどね。最初からもうやる気なかったのかなとか思うわけなんですけど。今の、あの、まあ、手続き的なことだけを書記官は調書に残しますので、あの私は書記官を今日わざ見てないので、どういう風だったかよく知りませんけれど、あの今日の手続きの中で多分書くことは決まっていて、控訴状陳述、控訴理由書陳述、答弁書陳述、証拠申請、公合書、公合難合書提出ということを書くだけなんですよ。で、承認申請は、で、さらに承認申請却下、決審というところまで、その言葉としてそれだけ書けば、調書として出来上がるので、書記官としてはそのポケットしてるかもしれないけれども、まあ、手続きのその非常に大雑把なとこだけ掴んでれば、口頭でのやり取りってあんまり重要な形で、調書に残すということはしてないのが実態なんです。まあだから書面主義的化していて問題ではあるというところではありますが、そんな感じですね。あの多分あの今日ご参加された方も、まあ、裁判に対していろいろ憤りを感じた方がもう多くおられるんではないかというふうに思います。まあ、あの今それぞれの弁護団からもありましたように、まあ、骨折り損では折らせないと、いうことで、これからも訴訟の会として新たな裁判も今予定をしておりますので、奮闘してまいりたいし、また引き続き、まあ、皆さんに、まあ、応援いただければなというふうに思います。あのあそれは山田先生からあの一言話して終わって、その後あの、これに入りますのでよろしくお願いします。我々弁護団ももしかしたら今回打ち切られるかもしれないなという第一審を見たら、そういう恐れも話し合いました。で、今日それに対してどうしようかって辻君がすぐにやろうという話打ち合わせもしておったんですが、本当に最悪の事態になりましたが、あの第一審の判決、今日岩月さんの、 あの分析にもありましたが、言ってみれば最高裁の判例からして、あの当事者としてのこの憲法判断については行政訴訟によって解決すべきだというような趣旨の判決が一部あったんですが、これは前々から私ども憲法学者の木村壮太さんとか早稲田大学の岡田憲法学者の先生とか弁護団からも、まあ、いろいろ私の勉強させていただいていて、いずれにしてもあの行政訴訟、当事者による違憲訴訟を具体的に指針法が廃止される、そしていわゆるポストハーベスト農薬について日米間で交わした交換文書により、食品の安全基準がどんどん変えられてきている。で、我々の健康権、命、そういったものがいよいよ侵害されている。で、実際に種子を廃止になって、
具体的に損害を受けるっていうか、言ってみれば苗場農家の皆さんとかで、そういった皆さん、JA の皆さんとかで、選挙の皆さん方も世襲が廃止され、モンサントの殿の恵みとか、あるいは遺伝子組み換えのオアキー45という品種をいよいよ作るようになったら、そういったものを国民に提供しなきゃいけないんだ、いわゆる世襲が廃止されたらもう、いわゆるこれまでのような公的支持がなくなるっていう意味でそうなってしまう。でそうなるとまさに行政訴訟による新たな違憲訴訟を我々やろうと、実は半年も1年も前から検討しておりまして、実際に今日タイ先生がちょっと4時から4時で来れなかったんですが、タイさんを中心にして趣旨法、そして今日小川先生もちょっと来れなかったんですが、食の安全基準を小川先生を中心として今検討しているところです。で今日は趣旨法について安田さんからお話いただきますが、どうか皆さん方にここで諦めちゃいけないと思いますんで、みんなもう一度原告に趣旨法の新たな裁判になっていただいて、とことん我々は戦うとという形で頑張りたいと思いますんで、今日皆様方に新しい趣旨法について、食の安全についての裁判についての委任状等々を皆さん方に配布させていただいております。で今日は安田さんの話を聞きながら、ぜひまた参加していただいて、原告になっていただくには2000円かかりますけど、我々も財政逼迫の方にどうかまたご協力のこと、で何としてもこのままでは済まされないという思いで頑張りたいと思いますので、どうか今日安田節子さんの話聞きながら、少しTPP新聞も読ませていただきながら、ぜひもう一回みんなで一緒にやりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは早速、安田さんの方から講演をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは、安田です。今日の陳述と重なった重なる内容ですけれども、詳しく説明させていただきます。多国籍企業のための趣旨法廃止と食の安全はということで、進めてまいります。まず、主要農作物趣旨法、略して趣旨法、これは日本の食料安全保障の土台を支える法律で、普段私どもはほとんど目にすることのなかった法律なわけですけれども、これは大変大事な法律でした。基礎食料の米、麦、大豆については品種開発を国や都道府県がその公的機関に限定してですね、農業試験所とか農業研究センターとかそういうところに限定して、優良な品種を奨励品種に指定して広く農家に普及させる、そういう義務付けをしてきた法律です。で各地の農業試験場などが遺伝子資源、いろんな品種のお米なら、たくさんのお米、しかもそれはですね、その地域、日本は北から南まで細長いです。寒地から暖地までそれぞれの地域の環境に応じた多様な品種を育ててきました。品種というのは生産して実らせて種を取ってそれをまく、この繰り返しをすることによってその遺伝子資源の保全というのがされているんですね。で、そうやって、各地域ごとに農業試験所があって多様な品種を生み出してきました。例えばお米、これは、北海道では寒冷ですのでお米の生産に向かない、でも、キララ397という寒冷の地域でも耐冷性を持って食味のいいというお米を
北海道の古川農士が開発しました。これによって今や北海道のお米は、新潟県とどっちの方が日本一の生産量かっていうぐらいに生産量になったんですね。宮城県では、笹錦が大面積生産されていましたが、ご存知のように1993年の大凶作、これで壊滅しました。でも宮城県では米は作れないんじゃないかって言われたんですけれども、やはり大冷性の、寒さに非常に強いのをやはり農士が一目惚れというのを導入して、それで宮城の米作りが復活した。このように日本の各地域で、農業試験所が日本人の米を支えてきました。大豆についても皆様ご存知のように200種類以上の豊かな、大豆の品種もあります。小麦も今まで日本の小麦は、中粒種といってパンには向かなかったのが、この強力粉というふうになるパンの元になる、そういう品種も開発されて、今では国産小麦のパンももちもちして非常に人気のあると、まあ、そういうふうに多種多様な豊かな品種がこういう公的機関で作られ、そして私たちの豊かな食を支えてきました。でその種は交付金、地方交付金によって安く農家に提供されてきました。これが、種子法の背景です。でこの種子法が昨年突然廃止ということになったわけですね。でそれを提案したのが規制改革推進会議というところです。これは昨年9月に設置されました。そして1ヶ月後の10月、この規制改革推進会議の農業ワーキンググループが、廃止を提案した。で、閣議決定を経て4月に自公維新が賛成して廃止法案が成立してしまいました。そして合わせてですね、農業競争力強化支援法というのが通りました。これは、国が講ずべき施策としてですね、国や都道府県が持つ育種素材や施設技術を民間に提供し、民間の品種開発を手助けし促進することという法律です。ひさしを貸しただけではなくて母屋まで明け渡すと、これが、まあ、農業競争力強化支援法だと私は思います。でこの規制改革推進会議というのはですね、まあ、内閣府直属の機関ですが、 TPP 協定と TPP の日米二国間合意に基づいて設置された機関です。 TPP 協定25条規制の整合性というところにはですね、外国人投資家の意見を聞くための調整機関を設置するとなっています。また、TPP の日米二国間合意文書には、日本国政府は外国投資家その他利害関係者から意見及び提言を求める、意見及び提言は定期的に規制改革会議に付託する、日本国政府は規制改革会議の提言に従って必要な措置を取る。これ聞いて皆さんどう思われますか。まさにアメリカ政府の背後にいる多国籍企業群の要求受け入れ窓口だと思うわけです。そもそも日本の国民にとっては、許しがたい組織だと思うわけですね。で、誰のために廃止するのか、農家のためでしょうか。違いますね。国民のためでもない。アグリビジネスです。日本やアメリカなどのアグリビジネスのために廃止するわけです。種子法廃止というのは、多国籍企業、多国籍種子企業が公的種子とか農家の自家採取の種とか、彼らの種子、彼ら民間が開発した彼らの種子に置き換えていくという、まあ、世界戦略を持っています。その一環として日本の種子法の廃止が、目論まれたと思うわけです。なぜか公的種子は低価格で提供されているわけです。この低価格というのが、まあ、彼らにとっては邪魔な存在なわけですね。で、
まあ政府の説明では民間参入をこの種子法が阻害しているという説明をすることがあるわけですけれども、これは真っ赤な嘘ですね。数度種子法は改正されてきました。そして民間参入はすでに実現されております。民間が開発した米の品種いくつもあるわけです。ですから本来だったら官民共存して、そしてたくさんのいい品種を作っていくと、こういう形でいけばいいわけですよね。であるにもかかわらず種子法そのものを廃止して公的種子をなくすということになったわけです。で農家農協からアグリビジネス支配へ向かっていくというのが今世界の趨勢です。まあ、これは緑の革命以来、種農薬肥料を種とセットで売るという戦略、そして流通から販売までを農家あるいは農協の手から企業に移すという、まあ、いわゆるモンサント方式が、普及していっています。日本では三井化学とか住友化学、まあ、これは農薬メーカーですが、彼らは自分の自社の農薬や肥料などの販売網を駆使して全量買取委託契約という形で農家から全量買取、そして大手米卸とか外食産業小売産業と提携して業務用販売をこう力入れてやってるわけです。まあ、要するにその種子供給から販売までを一貫して抑える JA に代わる企業による農業の囲い込みがすでに日本でも始まっているんです。さて、多国籍種子企業というのはハイブリッドの種子の投入で飛躍的に成長しました。まあ、ハイブリッドというのは雑種共生、2種類の父型と母型の、優良な種子を掛け合わせる、そうするとその2つのいい性質を持った2代目ができる、これがハイブリッド種子です。このハイブリッド種子の種を取ってこれを農家がまくと、その優良な、親の代からもらった優良な性質はばらけてしまう、悪い劣勢遺伝のものも入ってきて出てきてしまう。だから農家はハイブリッド種子を使うようになったら毎年その親の代を持って掛け合わせを作ることのできる種会社から毎年買わなきゃいけない、毎年種は買うのと。まあ、今や日本の野菜はほとんどがハイブリッドで民間開発種子となっています。こういう流れの中で種子企業というのはすごく大きな、力を持つようになってきました。そしてこの多国籍種子企業の目下のターゲットが米、麦、大豆、つまり、世界の多くの主食である穀物、多数の農民が作って多くの、人たちがこう食べてるわけですね、主食として。これを特許で囲い込むということを狙ってるわけです。この米、麦、大豆が今までハイブリッド、野菜のようにハイブリッドされてこなかったのは、米、麦、大豆というのはですね、自家受粉作物なんです。皆さんご存知のお米の種もみ見ると、種の実を実らせるときにお米って小さな花が大豆の小さな花が咲きます。その花の中に、おしべの花粉がめしべにかかって自分の中で自家受粉して種を作ってしまうんです。だから、これで違う品種の花粉をかけて新しいハイブリッドを作るっていうのはできないことではないんですが、まあ、実際蜜光なんかができてるんですけれども、ものすごい手間がかかるわけです。それで農家に毎年種を買わせるためには特許をかければいいと、遺伝子解析して特徴ある遺伝子に特許をかける、そうするとその作物全部が、その特許をかけた会社のものになると。まあ、生物特許というのがアメリカから、これを認めていくという流れになって、先進諸国では大方これを認めるということになっているわけです。でアメリカはですね、大豆でもう遺伝子組み換えが 90% を超えるということで、特許支配されております。そしてもう一つ、民間種子は大規模の探索モノカルチャー向きのものを開発されています。日本では日本モンサントの米、トネの恵みと
いうのが販売されています。これ普通の米です。電子組み化ではないんですが、多種制で直販、つまり縄代を作ってこう田植えをしていくんじゃなくて、田んぼに直接種もみをまいて、そして生育させるという、要するに大規模大型農業向きの品種、これが、開発されて販売されているわけですね。三井化学のお米三井化美も、そういう品種で、まあ、非常に高い、これはハイブリッドで、まあ、大変な手間かけて作ったわけなので非常に価格が高いけれども、収量がすごくあるから大規模生産者だったら利益が出ますよと、まあ、そういう大規模生産者向きなわけです。まあ、肥料をたくさん入れなきゃいけないという、まあ、問題もあるわけですけれども、で種子法廃止になったということに対して、まあ、農業関係者の方たちは、農水省が種苗法で対応するから大丈夫と、付帯決議そういうふうに書いてあるから大丈夫だという言い方をされているわけですけれども、種苗法で対応と、これ種子法と種苗法違いますからね、種苗苗がつきます。種苗法で対応という付帯決議、付帯決議っていうのはね、拘束力ないんですよ、そう書いてあっても。私が食品添加物の、ことを追っておりましたけれども、1973年に国会の付帯決議で、食品添加物は体にとって異物であるから極力これを制限するという付帯決議がありました。数年間は食品添加物の数は増えなかった。その後それらは、その付帯決議はあってなきがごとく、どんどんと食品添加物は増え続けています。おそらく種苗法で対応するという付帯決議も、権限拘束力ありませんから、ほとんど元の木阿弥になるのではないかと思うわけですね。で、農水省の言い分は、種苗法に米麦大豆を加えて種子法で定めた審査基準を継続して、有料種子の生産とか、あるいは地方交付税を育種費用につけるよう指導すると言っています。でもですね、それを今まで義務付けてきた根拠法、種子法がなくなれば、各県で予算が継続的につけられるかどうかは不透明です。そしてもう一つの懸念、民間が、日本人の大切な主食、穀物を生産する、種子を生産するようになった時に外資が入ってきて、そして種子支配という他の国で行われていることが日本でも行われるようになるのではないかと、そういう懸念に対しては、どうなのか、政策的に規制ができるのか、 TPP に出てくる ISDS 条項、外資を差別しない、差別したら賠償を取るという、そういう、ISDS 条項に接触するわけですね。だから政府が本気で外資参入規制をできるのかっていうのは大いに疑問だということなんです。だから種苗法で対応するという付帯決議なんかは、あってなきがごとし、全く、これに、頼るということはありえない。農家の方にはそのように、ぜひ伝えていってほしいと思います。そして種苗法の根拠法というのはですね、植物新品種保護条約、ユポフといいますが、ユポフ条約に91年改定というのを受けてできた法律なんです。このユポフ条約91年改定とはどういう内容かというと、特許権と育成者権の二重保護を認める。その権利は初め数十の植物作物種だったのを全ての植物に対応する。農家の自家採取は禁止、研究機関が種を使う、新品種を使うというのは今まで無料でしたけども、それも、禁止すると、こういうふうに出てきたんです。つまり種子開発企業の知的財産権を著しく強化した内容、これにのっとって日本で種苗法ができた。もうこれによってですね、種子は知的財産権に守られて大きな利益を生むものになったわけです。まあ、自家採取の禁止については今のところ各国の裁量に委ねられているので、日本は91年ユポフ条約改定採択してますけれども、まだ農家の自家採取禁止には至ってない、そういうわけですね。でこちらの表ですが、その
今まで種会社というのはマイナーな産業でしたが、今やこれは多国籍企業が牛耳る世界になりました。これは2014年 ETC という市民グループ、まあ、研究機関ですが、そこが発表した表です。1位がなんとモンサントなんです。世界の商品種子市場の4分の1以上を支配している。でデュポン、これも農薬メーカーですね。でシンジェンタ、ソノ、リマグレイン、ランドクレース、ダウ、バイエルとあって、このうちですねモンサントとバイエルが去年の9月に合併しました。デュポンとダウが今年の9月に正式合併しました。この合併した2社だけで世界の商品種子市場の半分以上を支配するようになったんです。河川化すればどうなると思います？種子の価格は自分たちが値上げするのは意のままですよね。投入して売りたい種子は自分たちが一番儲かる種子、これだけを売ることが可能になるわけです。そういう事態が進んでいるということを知っておいていただきたい。まあ、これは農薬メーカーと種子企業がまあ一体化しているわけですね。どちらも河川化している。さて種子法廃止による影響を考えてみたいと思います。まず先ほど申し上げたように都道府県が責任を負う根拠法がなくなる、原種の保存や育種体制が縮小していく、公的機関が優良品種を生産者に安定的に届ける責任もなくなるわけです。さて公的種子が縮小し民間種子が市場を占有していけばどうなるでしょうか。まず種子価格が高騰する。現在は交付金によって低価格で種子が供給されていますね。で生産費に占める種子価格の割合ってとっても低いんです。私が、種子の値段、種子が独占されるということをずっと胸に遺伝子組み換えの問題で農家の方たちに話す機会がありましたが、農家の方たちは全く種のことは意に介してない。ものすごく安いからそんなの毎年買ったって買うようになったって別に困らないよっていう感覚でした。実際米で生産費に占める種子価格の割合は 2% ぐらい、小麦で 4%、 大豆で 5% くらいって言われてます。すごく安いんですね、資材として種子は。でこの低価格の公的種子というのが民間企業にとってはとっても邪魔なわけです。これ見ていただくと、例えば主食用のお米、コシヒカリとかヒノヒカリとかって、これは公的種子です。で日本モンサントの種の恵みは、約2倍、業務用のお米で言えばキララ397とかナッシグラとかに対して三井化学の三井ヒカリは10倍です。もちろんその公的、交付金なんかがねつかないわけですから、民間種子っていうのはすっごい高くなるわけですね。でこれはアメリカの種子費用の推移なんですが、アメリカではですね主食は何ですか？小麦ですよね。で小麦の品種開発は、公的な、まあ、大学あるいは研究機関が開発してます。でこれの価格は1996年からまあそんなには上がってない。ところが民間種子が主体のトウモロコシとか米とか大豆はすごい勢いで上がっていくわけです。これ1996年ってなってますが、1996年年末に遺伝子組み換えを世界中に販売を始めた年なんですね。ですからこのトウモロコシとか大豆っていうのは、まあ、モンサントなどがどんどんと遺伝子組み換え品種を投入していって、今やもう 90% 以上がアメリカでは遺伝子組み換えになっていると。でまあ、米も彼らが牛耳ってるわけですが、まあ、米は今のところ遺伝子組み換えの商品化はまだなっていません。さて民間種子の参入が中心になっていくとどうなるかの2番目は特許種子の投入ということになります。種子に特許をかけることが可能になった生物特許、これによってですね何が農家に起こるか、知的財産権が種にかかってるわけですから種取りをしてはいけない、犯罪です、禁止。種の交換、農家の方はよく種の交換をします、それも禁止。そして種もみの保存も禁止なんですよ。日本はねやはりそ
その狭窄があったり工作があったりこういう難には人員の及ばないそういう変化がありますよね。ですから地方へ行くと農家の方たちは一番よくできた稲の束をですね、みんなで一緒に貯蔵しておくとか、そうして保存して翌年がものすごい狭窄になってもそれを使って収穫がなくて種もみさえない時もあるわけです。それを保存しておいてその種もみを使うというようなことを、これ世界中の農家の方たちは自分たちの種を翌年のために保存するということは当たり前の行為、ね、当然の行為としてあったわけです。それが特許趣旨だったら犯罪になるわけです。許されないことなんですね。でこれはですね、生物に特許をかけること自体が私は、生命に反することだと思うわけです。生き物に特許っていうのはそもそも成り立たないんだろう。これは工業製品などで、それを再生、やっていくっていうのもずっと特許 のあれとしてありましたけれども、生き物に特許というのはありえなかったんですね。自然物には特許はかからない、かけられないというのが常識だったのがアメリカでこれを認めるということになっていったわけです。でドイツはですね、2013年に特許法の改正をして生物特許を禁止しました。全く当然のことだと思います。こういう、生物特許当たり前というふうな先進国アメリカから流れてきたこういう考え方っていうのは私たち市民もしっかりとそれはおかしいでしょと否定していくことが必要なわけです。で、3番目に企業による遺伝子組み換え種子の販売、そして不安定になる有料種子の供給で企業の販売戦略による品種に修練していくと、地域地域のマイナーなそんな品種はこの種子企業は作らないんですね。ちょびっとしか売れないわけですから、それよりも大規模探索で大量にその種を買ってもらえるそういう品種に限っていくわけです。だから品種がものすごく限られる、遺伝子組み換えの品種にも何変わってなっていくと思うんですね。でその結果、まあ、選択農家の選択肢、自分が作りたい品種ではなくの企業が売りたいと思ってくるその種しか使えなくなっていくことですね。で農家の自立性の喪失、民間の種はその企業が売る、まあ、もともと農薬メーカーですから、この種にはこの農薬とこの化学肥料をセットで買ってこれで生産しなさいというふうに全部がんじがらめなんです。種を通して種も農薬も肥料、場合によっては今度久保田もそれに参入するっていうことですから、機械も全部そういう、大企業が提供するものを使うというふうな流れになっているわけです。でそういう流れが今何を生んでるかっていうと、まあ、先進諸国では多くの作物がハイブリッドの種子になっていくということで、まあ、20世紀の100年間で伝統的多様性の宝庫であった在来種の 75% はもう消えてしまいました。毎年 1% ずつ在来種の品種が消えていってます。主な原因は化学肥料、農薬、遺伝子組み換えを大量消費してきた大規模探索農業にあると国連の FAO が発表しています。そして日本の場合、来年米の生産調整が廃止になります。もう国は米の価格に責任は持たない、勝手におやりっていうか、ね、市場に任せるということになっていくわけですので、価格の不安定化、そして、廃業する農家は増えていくでしょう。その結果いつしか輸入米が、まあ、さらにさらに増えるということになるでしょう。で種子法が廃止になってこの主要穀物を国が責任を持たなくなっていけば、当然穀物自給率は低下していくはずです。でこれこの棒グラフ見ていただくと、日本の穀物自給率はこれ2013年の表ですが28% ですよ。お米の自給率は皆さん 98% ぐらいあるのご存知でしょう。でも大豆の自給率は 4-5% しかない、小麦の自給率は 10% 前後しかない。米以外の穀物がものすごく低くても米がちゃんとあるからかろうじて 28% なんですよ。そのお米がこの 98% の自給
している米が下がっていったらどうなると思います？どんどん私たちの食料安全保障は危ういものになっていくと思いませんか？食料安全保障というのは第一義の国防なんです。アメリカの兵器を買うことじゃないんです。米、麦、大豆、国民の主食の根幹をしっかり守って生産し続ける、国民は決して飢えさせない、そういう政策、これこそが食料安全保障なんですね。で、それが国防なんですよ。よその国まで行って相手の国の農地や農作物を奪うことではないわけでしょ。これが今日本は投げ打たれたということです。そして海外の米市場に依存するリスクというのがあります。日本は2008年ですね、世界同時凶作ありました。世界中で穀物が高騰しました。一番高騰したのは米です。小麦はシカゴ相場ですけど、米はバンコク、このバンコク市場でものすごい勢いで米の価格がガンガン上がっていった。ベトナムとかタイとか米の生産の、非常に多く輸出する、そういう国々で、輸出禁止をしなきゃいけないんですよ。相場が高いからって言って国民の食べる米を、大量に取れるその米をバンバン海外に輸出するという、この業者たちの、それを止めないと、米を輸出するような大量に生産している国でさえこの国民が食べられなくなったんです。そして例えば小麦を主食にしているエジプト、これではですね、自給してたのに、アメリカの輸入の小麦に依存するように、ハイチもそうです。小麦を自給してたのに、これを輸入の関税を下げて、そしてアメリカの小麦を輸入するようになった。そういう輸入小麦に依存した国々が小麦の価格の高騰で貧しい人から食べられなくなりました。ハイチでは泥ビスケットを食べてる、そういう情報が流れました。エジプトでは政府が配給する安いパンに大勢の人が群がって、そこで列に割り込んだ人なんかをみんなで殴り殺すみたいなね、死者がいっぱい出る。そういうことで政権に対する反政府運動が高まって、3年後にムバラク政権は崩壊したわけです。そのように、この食べ物をめぐって、国内で自給することがどんなにか大切なことか。日本は米を自給してました。国際市場にから米を買ってない、国内で回ってますから、そういう、非常な凶作の影響は受けないで済んだんですよ。でも今後国内で米の価格が決まるんじゃない、海外市場の米市場で価格が決まるのに乗っていくようなことになれば、日本も、ハイチやエジプトのような二の舞になる可能性もあるわけです。で、アメリカの CIA は食料は戦略物資ということで、自由貿易協定を通して各国に、農産物の輸入を迫ってるわけですね。まあ、日本はその最たる、国なわけですけれども、その脅威にさらされてる。で、これ皆さんに考えていただきたいのは、自国の農業を守ってきたこの有用な法律、種子法を大改の法律を用意することもなくすっぱりと廃止してしまう。これはどういうことだ。まさに売国行為ではないかと私は思うわけですね。国民の命を、実に、危うくする、まあ、そういうことをやってる。さて、次に食の安全規制の緩和が進んでいることに、話を移します。政府はTPP 前倒しの規制緩和を推進しています。まず、TPP にはいろいろな章があるわけですが、貿易の技術的障害書、障害 TBT という章がありますが、そこでは安全性の評価手続きは貿易の円滑化を重視、陳述にもありましたけれども、食の安全というのは科学的に、これは動物実験でこれ以上人に食べさせては安全が保てない、だから使用量はここまでっていう科学的に決めてるわけですね。国民の健康を害することのないように。ところが TPP ではそれは貿易の障壁となるような厳しい基準はダメだよ
ということを言ってるわけです。そして検疫衛生措置、食品安全に関するところですけれども、食品安全規制は貿易の障害にならないようにすると、ここでもそういうことを言ってるわけです。そしてヨーロッパでは狂牛病が発生したり、遺伝子組み換えに対して食べてすぐ人が死ぬというね、因果関係の証明ができないけれども、他のいろいろな事例からこれは予防的に規制をした方がいいという考えで輸入を止めたり使用を禁止したりということをやってきてるわけですね。その予防原則、これは認めないと言ってるわけです。でアメリカの規制緩和要求というのが連綿と続いています。まず1994年からでしたか、年次改革要望書、これ毎年日本にこの部分がまだ規制緩和していないよ、これは規制撤廃しなさい、本当に広い範囲にわたってアメリカの具体的な要求項目が毎年毎年突きつけられてきました。でこれを鳩山内閣がストップしたわけですね。そしてその後今度は菅内閣になった時にこれを復活させた。それが日米経済調和対話というものです。で、そういう流れの中で今度は TPP に参加するということになって、2013年の4月 日米 TPP の事前協議と、 TPP に入るというなら入場料としてこれを飲みなさいと言われたのは自動車と保険と牛肉でした。でこの牛肉の規制撤廃の要求、まあ、自動車も保険も全部受け入れたんですよね。郵便局にアフラックを設置したりね、いろんなことやったでしょ。そういうふうに日本は全て受け入れました。で2015年にはTPP 日米二国間合意で、明文化した文書を取り交わしました。そして TPP 協定を国会承認をしてしまったわけです。協力にね。で今年の4月からは日米経済対話という相対でアメリカと交渉を始めているわけです。まあ、今回トランプさんが来て、まあ、日米 FTA を言うんじゃないか言うんじゃないかってみんなでハラハラしているわけですけども、まあ言うでしょうね。そのうち高官がみんな日米 FTA を望んでるっていうことを流し続けてますから、トランプさんが今回は日米 FTA を始めようぜって言わなかったから大丈夫ってことはないわけです。環境としては日米 FTA にまっしぐらというところに今いるわけです。で、TPP の日米二国間合意、2015年にできた、この結んだあれはですね、食の安全基準の緩和など米国要求に応じることをアメリカは明文化し日本に確約させました。 TPP が発効しなくてもこの合意は有効と政府は説明してるんです。おかしいですよね。先ほども裁判の陳述で TPP が発効してないのにね、これが有効だなんていうのはありえない、まだ真っ白なはずじゃないか、なのにこれはこの合意は有効とされると日本の政府がおめおめとそういうことを言ってるわけです。で実際そのように進んでいってるわけです。文言はこの赤字で書いてある、収穫後に使用される防カビ剤、食品添加物並びにゼラチンおよびコラーゲンに関する取り組みにつき認識の一致を見たと書いてある。これはつまりどういうことかというと、アメリカの要求通りにこれらの基準緩和を受け入れましたということです。で、まあ、TPP には、他国 の規格基準が自分の国と異なっていても同等と認められる場合は受け入れること、こういう条項もあるわけですね。で、まず最初の収穫後に使用される防カビ剤というのはどういうことか。これは1991年の牛肉オレンジの自由化というのがありました。でアメリカの輸入柑橘類にポストハーベスト収穫後の防カビ剤を使用した。アメリカから来るオレンジとかレモンとかグレープフルーツとかっていう、これは防カビ剤を塗り込めてるわけですね。噴霧したり塗り込めて、そうしないと太平洋を渡ってくるこの柑橘類はみんなカビでもやもやと白かったり緑色だったりなっちゃうわけでしょ。そういうことを防ぐために一番安いのがこのポストハーベストを使うことです。でそのポストハーベストを使って輸出してきたと、これは日本の農薬 の, あの
規制ではポストハーベストは禁止なわけですから、これは違法ですと言って、突き返したんですね。そうしたらアメリカが激怒したわけです。その激怒に、日本の政府は非常にビビってですね、何を言い出したかっていうと、それは食品添加物の保存料としましょうと。で、食品の保存のために使う保存料だから、食品添加物として申請してくれればそれを認可して、ね、開けますということで、今アメリカからいっぱい来てる OPP だとかジフェンイルとか TBZ とかたくさんの防火剤を使ったアメリカの柑橘類がそこら中にこれ出てるわけでしょ。それは食品添加物として申請してきてるわけです。ところがアメリカが食品添加物として申請し続けること、そしてそれはバラ売りの場合は表示されないんですけども、一応食品添加物は使った場合は表示するという表示義務があります。これはね、面倒だと、コストになると言ってアメリカが今回言ってきたのは、日本が今まで禁止してたポストハーベストの使用を認めればいいねだと、こう言ってきたわけです。で、日本は今まで禁止だと言ったものをポストハーベスト認めますというふうには言えないから、農薬残留基準を改正するという形でどんどんと緩いポストハーベスト使用して残留する量をカバーできるほど緩めていけば、アメリカの、農産物にポストハーベストを使ったって残留してるのが 10ppm があっても、日本の基準が 12ppm とか 15ppm だったらクリアしちゃうわけでしょ。そういう策に出てるわけです。例えば先ほどもお話がありましたラウンドアップ、主成分がグリホサートという農薬です。この残留基準がこちらをご覧いただくようにガンガンと緩めてるわけです。トウモロコシとか大豆、ね、これも1999年改正前改正後とありますが、これは1998年に遺伝子組み換え作物が輸入が始まったんです。そうするとトウモロコシとか大豆にラウンドアップ、これがいっぱい、主成分のグリホサートが残留するようになった。ですからそれを許容するようにということで、これを10倍だとか3倍だとかバンバンと緩めていった。それをさらに、トウモロコシなんかはまた50倍にするとかで、ね、こういろいろやってるわけです。で、小麦とか大麦にもこれたくさん今回設定した。今まではそんなもの必要なかったんですけど、非常に高い値設定してる。これは八木岡さん、 JA の八木岡さんに教えていただいたんですが、アメリカではその小麦とか大麦をですね、収穫するときにこのラウンドアップ枯葉剤ですから、これをかけるとこの枯れてしまう。そうすると大型機械で刈り取るときに非常にこのぶどまりいいとですね、枯れているからすごく早く収穫できちゃう、そういうふうなことでやってます。それから青色でやった牛肉の食用部分、豚肉の食用部分、鶏肉の食用部分にやはりラウンドアップの残留値を設定した。これは輸入されるこれらの畜産物は餌に遺伝子組み換えのラウンドアップを浴びた牧草とか、ね、大豆かすとかトウモロコシとかを与えられているから、それらが、肉に残留するようになっていってるわけです。だから基準を作った、これ許容する値ではないかと思います。で、さらにアメリカは大豆は 40ppm、 今の2倍、飼料用作物は 100ppm とものすごい、緩和をしています。いずれ日本もそれを飲まされるのではないかというふうに思うわけです。で、この除草剤ラウンドアップは先ほどもお話がありましたが、国際がん研究機関 WHO の機関の一つですが、このグリホサートは発がん性の高いランク 2A と言います。で、人に、発がん性の恐れがあるといううちの A ですから、その疑いが非常に強いというものなわけです。そして、日米合意の中にある食品添加物、これは指定の増大、アメリカの食品を受け入れるためにはアメリカで使った食品添加物を日本の食品添加物として認めない限り輸入ができません。ですから日本はアメリカが認めた、食品に使用される食品添加物を日本も認めないとアメリカの食品は日本に入
これないわけですね。ですからそれをバンバンと指定を早くおやりということで、たくさんいっぺんに認めるということをするようになったわけです。で、厚生労働省が、日本とアメリカの添加物の定義が少しずつ違うんで、それを整理したもので比較すると、日本とアメリカの差は1000品目あると。この1000品目を早く埋めなきゃいけない、日本もどんどん指定しなきゃいけないということで、今食品安全委員会は100ずつこう単位をね、100ずつ品目を上げて、それをバンバンとこう指定して、でその中に殺菌剤、過酢酸性剤っていうのはこの度使用解禁になったんですけれど、これはですね、食肉の輸出国だけで使用されている添加物なんですね。で、発がん性が疑われる過酸化水素というのが含まれていることから、日本では使ってはいけないと言ってたものなんです。で、アメリカから輸入する肉などでは、O157 の危険とか、カンピロバクターとかサルモネラとかね、食肉由来の食中毒菌が、問題になるわけですけれども、それにこれを過酢酸製剤をまぶしてやれば、そういう菌を殺せると。で、クズ肉にこれを使って日本に輸出したい、アメリカ、畜産業界の求めに応じたものであろうと思うわけです。それから、もう一つ、ゼラチンとコラーゲンっていうのも解禁したと、いうことですが、これはどういうことかというと、牛の皮や骨を原料とするゼラチン、コラーゲン、これを含む加工食品は、BSE 発生国からの輸入を禁止する。当然ですね、BSE の危険性がこれらに含まれる可能性があるから禁止だったんです。ところが、日本はさっきのTPP 事前協議で認めたように、この牛肉の BSE 規制をどんどんと緩めました。で、その規制撤廃に合わせてゼラチン、コラーゲンの規制も撤廃していくということになってしまったわけです。牛肉の BSE 規制は初め輸入禁止だった。でも20ヶ月以下は、若い牛が BSE 見つかりにくいからこれいいよねって言って輸入を OK にした。それから、30ヶ月以下も輸入していいよねって緩めちゃう。そして自治体が、それでも国民が心配で、自主検査、もう国家が決めた、検査体制はもう予算がつかないんですけど、それぞれ の地方で、牛のこの土壌、土地区上で検査するっていうのを、地域の地方の税金でそれをやってきたんです。100g あたり1円ぐらいにしかならないんですけれども、それでちゃんと検査続けてきたのに、それもやめさせたんです。やるなって政府がやめさせちゃった、強制的に。これ輸入牛肉を不利にしないためですね。日本の牛肉は検査してる、でも輸入牛肉は検査されてないっていうふうなことで、国民が国産ばっかり買うようになっても困るから、国産もやめた、検査させない、こういうことをしたわけです。で、今回今年の4月から BSE の検査そのものを廃止してしまいました。いや、もう BSE ってものこの発生効かないから別にいいんじゃないですかって皆さん思われるかもしれないけれど、非定型 BSE は肉骨粉を食べさせたことで広がったんです。原因は肉骨粉ではないんですよ。でも病気の BSE になった牛の肉骨粉を食べさせた、共食いさせた、その結果それが広がったと、広く広がったと。だから世界中でそういう肉骨粉を牛の餌にしてはいけないという禁止したわけです。で、全て禁止された後に生まれた牛にやはり BSE が生まれた。餌を禁止したのになぜ BSE が生まれるか、これを非定型、定型ではない、定まっていない BSE というふうなのがちらりほらりとあちこちで見つかっているわけです。アメリカではすでに3頭見つかっている。韓国は直ちに輸入禁止しました。でも日本は非定型だからって言って輸入をそのまま続けています。そういうふうに BSE そのものが原因究明ができていない。そしてアメリカのように非常に検査体制がずさんな、そういう国から牛肉を大量に輸入するというのがTPP を背景に日米合意、そして TPP の協定の前倒しと
という形で規制緩和が進んでいます。次に遺伝子組み換えですが、 TPP にはこれまでの自由貿易に入っていなかった遺伝子組み換えに特化した条項があります。それがモダンバイオテクノロジーによる生産品の貿易という章なんですけれども、遺伝子組み換えの承認、新規承認を促進することという内容です。で、まあ、新たな遺伝子組み換え技術として、まあ、ゲノム編集という、まあ、非常に、ゲノムの1単位、小さな単位のところを止めることができる新しい技術、簡単で、そして、すぐにできちゃうっていう技術が開発されたんですね。で、これはその技術が使われたものを後から検証することができないんです。実にちっちゃな単位だから。ところがこのゲノム編集食品を遺伝子組み換えとして規制するかしないかっていう国民議論もないままに、もう政府はですね、アメリカのシンプロット社が認めたアクリルアミド、まあ、澱粉に高熱を与えるとアクリルアミドという発がん物質ができる。で、これができにくくして、そして、流通させるときにジャガイモ同士がぶつかると黒くなっちゃう、黒くならない、そういうふうに、まあ、そういう原因遺伝子を止めちゃってるわけですが、そういうものを輸入を承認しちゃったんですね。これはアメリカの国民が強く懸念を持って、こういうフライドポテトなんかを大量に供給するシンプロットのジャガイモを使っていたマクドナルドに大勢のアメリカ国民の懸念、そして反対が寄せられて、マクドナルドは我が社ではシンプロットの、このゲノム編集の GM ジャガイモは使わないと宣言をこの間したんです。でも日本は受け入れた。これは、日本にアメリカでは売れない、ゲノム編集の新しい遺伝子組み換え技術のこれが日本に輸入されるという事態が目前になっています。さて、日本で遺伝子組み換えはたくさん認可されてます。食べ物としての安全性評価、餌としての安全性評価、環境影響評価、つまり作付けですね、できるかどうかの、この3つの評価がそれぞれの法律のもとに評価されてきてるわけですが、この評価されてパスした量は日本はアメリカよりも多いと言われる、世界一認めてる。このうち栽培可となっているのが118品種あるということですね。これ農水省が今年の5月18日カルタヘナ法に基づく第1種使用規定承認した遺伝子組み換え作物ということで、118、もういつでもこれ作付けできるんですね。影響評価全部済ましてますから。で、日本では遺伝子組み換えに対する強い懸念が国民の中にあります。いろんな形の世論調査で、まあ、大体8割9割が食べたくない、不安だという声ですね。世界的にもそうです。で、それでそういう、まあ、生産できるということで、前は遺伝子組み換え大豆の作付けをした農家の情報が入って、地元の農協とか農業自衛以外も市民運動もみんなそれを潰すという、まあ、もぐらたたきみたいなことをやってきな、この案件が来て、まあ、大体止めてきてるんですね。ところが今回規制改革会議が企業の農地所有の規制緩和を行いました。で、国家戦略特区として兵庫県の養父市、ここでは企業の農地所有を解禁した。もちろん外資系企業もこれに参入できるわけです。で、 TPP ではこの M&A で、ね、買収合併というのがこう進め終わろうということになってますから、種子会社の買収、モンサントが世界中で繰り広げてきた種子会社の買収というのも日本でも行われる可能性があるわけです。で、そうやって遺伝子組み換えの国内生産が始まるという可能性は非常に高くなっているわけです。国産は遺伝子組み換えでないから、日本では遺伝子組み換えが生産されていないから、日本の国産大豆でできたお豆腐を食べれば大丈夫、国産 100% の大豆でできた納豆を食べれば遺伝子組み換えを食べないで済む、そうやって消費者は一生懸命表示を見ながら
食べ物を選んできました。でも国内でも遺伝子組み換えの大豆、遺伝子組み換えの米、遺伝子組み換えの小麦、こういうものが生産され始めたらもう消費者には選択肢はありません。国内生産より輸入の方が安いよって言われたら輸入に飛びつくようになるでしょう。そうなれば国内農業も、ますます疲弊していくと、消費者も選択肢を奪われ遺伝子組み換えの物事にされていくということになるわけです。で、国内生産が始まるとこういうことが起こるわけですね。それは特許種子なわけです。遺伝子組み換えという知的財産権に守られた特許種子、これが農家が作っていなくても隣の畑で、これ外人ですね、外人が自分のところで遺伝子組み換えの例えば菜種を作ったり、で隣は普通の非組み換えの菜種を作ってた、で花粉が飛んでこれが交雑する、その証拠を突きつけて特許侵害だ、賠償金を払いなさいと農家に迫る、まあ、アメリカのカナダとアメリカとかカナダとか、ね、そういうところでアメリカ農民がモンサントから多額の賠償金を取られる、そういう事態が日本でも起きるだろうと。農家はこの特許種子によって多国籍種子企業の餌食にされるということも起こりうるんだということをよく知っておいていただきたいと思います。そして遺伝子組み換えの安全性も1996年から20年ぐらい経ってるわけですけれども、その間に次々と安全性の問題が明らかになりました。カナダの医科大学では、この産婦人科のお医者さんたちが妊婦さんたちを調べて血液を、そうすると人には移らない、人の体には入らないと言われてたものが、遺伝子組み換え由来の殺虫毒素が調べた 93% の妊婦の血液から検出した、 80% の女性の再帯血からも検出した。ロシアではイリネ・エルマコバというドイツかロシア科学アカデミーの先生なんですが、遺伝子組み換え大豆を食べさせ続ける実験をやった、ラットにですね、与えて、そうしたら遺伝子組み換え大豆を食べさせられた母ラットは子ラットの死亡率がすごい高かった、 51.6%、 通常の大豆で与えたラットの死亡率は 10% ぐらいなんですが、ものすごく高かった。しかも生き残った子どもたちは成長が遅く、そして非常に性格が凶暴で、兄弟のネズミとこう食い争うというような状況があって、非常に問題があることが分かったわけですね。そして、2008年にはフランスのカーン大学でやはり同じようにトウモロコシで、そして、ラウンドアップも水溶液も加えて、この長期給餌実験、1週間遺伝子組み換え安全性評価の動物実験は3ヶ月でやめてるんですね。モンサントの EVO のみにして3ヶ月でやめてる。ところがカーン大学でやったのは4ヶ月目から次々とこのように、腫瘍ができ始めて、ネズミは次々と死んでいったわけです。200匹のネズミを使ってネズミの一生涯これを与え続けるという実験をやった。その結果が非常に恐ろしい結果であったということです。で、アメリカの環境医学会は、免疫力の低下とか子孫減少、肝臓腎臓の解毒器官の損傷が起きているとして、アメリカの遺伝子組み換えのモラトリアム凍結をせよ、そしてやっていない長期の安全性試験をするように、そして消費者が選べるように全面表示をすべきだという、意見を提出しています。 EU 諸国はまあ非常にこれに対して厳しいですね。遺伝子組み換えにはは、ま、じ、あ、EU の共通指令というのがあるんですけれども、それで認めたものでもそれぞれの国 の、 国民の意見でこれは受け入れないという国があって、最近は自分の国で遺伝子組み換えについては受け入れるか受け入れないか決めてよろしいということになって、19カ国が遺伝子組み換えを我が国には入れないという選択をするようになりました。で、ロシアはもちろん禁止しています。日本はというと、いずれも 90% 以上は遺伝子組み換えであるアメリカのトウモロコシと大豆、カナダの菜種、オーストラリアで唯一遺伝子組み換えをやっている綿実、これほとんどが 90% が遺伝子組み換え、それをそういう
大量に輸入しているわけです。そして TPP の税関当局より貿易円滑化省というところでは、通関時間を48時間以内にするように義務化するということになりました。皆さん、関税がバンバン下がって日本は大量の輸入食料が入ってくる時代、牛肉も入ってくるでしょ、魚も野菜も米もいっぱい入ってくるようになるわけですよね。まあ、牛肉はバンバン入ってきてるわけですけども、その輸入検査率っていうのは低下し続けて 8.8% しかやってない。これ2014年度、輸入食料は増大する一方なのに、それを安全性を担保する検疫、このあれがですね、通関時間にすごい制限がかかってろくすっぽくできないと。これは検疫をしていないのと同じです。検疫の向こう、検疫こそその国家の主権であるわけですね。それを無効にする、これが TPP の中に入っている。じゃあ輸入のもので一番怖いのはね、何なのかっていうと、アフラトキシンというカビ毒なんです。これはどんなに微量でも摂取すると必ず肝臓がんが起こるというもので、これは厳格に非常に微量まで規制されているわけですが、これの毎年一番違反する国はどこかご存知ですか？アメリカのトウモロコシです。大量に入ってくるアメリカのトウモロコシがこのアフラトキシン汚染でいつも引っかかるわけですね。そしてアメリカの米もアフラトキシン汚染があって、かつて、汚染米事件がありました。中国のメタミドゴスという日本では認めてない、中国では認めている、その農薬が見つかったと言って大騒ぎしましたが、それと一緒に見つかったのがアメリカの輸入米、あの SBS の主食用のお米として輸入する、その米にアフラトキシン汚染があったんですよ。それらは本来家畜の餌に回したり、あるいは海苔、工業用の海苔に使うようにっていうふうにして、主食用でないところに払い下げたんですが、それはもう悪徳業者と農業関係の人たちが主食用に回しちゃって、国民のほとんど広く薄くこれを食べさせられたという事件がありました。さて、輸入牛肉、これはどんどん増えるわけですが、この成長ホルモン剤をアメリカとオーストラリアは使っている国なんです。世界的には抗生ホルモンの牛肉は輸入禁止です。 EU は当然禁止、ロシアも禁止、中国も禁止。日本はホルモン汚染牛肉の輸入大国なんですね。国内使用は禁止です。でも検疫検査はモニタリング検査、止めおいてチェックして安全だったら通関するじゃないんです。全部通関させてしまって、先に通関させてしまってサンプリング取ったものを後で検査する、モニタリング検査なんてほとんど用をなさないわけですね。で、そうやってバンバン入れるからホルモン剤の検出なんかできるわけないんですよ。ほとんどちゃんとやってるって言うけれども、モニタリング検査だってことをよくよく知っておいていただきたいと思います。で、日豪 FTA 結んじゃいましたでしょ。だからこれで、オーストラリア産の牛肉、合成ホルモンを使っていい国から、いっぱいに牛肉を入れてる。アメリカの牛肉もバンバン入ってるわけですね。で、日本のがん治療学会で、藤田博正先生たちが、調べて、アメリカの牛肉と日本の牛肉のホルモン剤エストロゲンの調査をした。そしたらアメリカの牛肉の脂身は日本の牛肉の140倍エストロゲンがあって、赤身では600倍も残留してた。非常に懸念を表明されています。で、アメリカの牛肉消費量っていうのは、先進諸国中最多なわけですけれども、乳がんとか前立腺がんの発症数が極めて高い。で、日本も輸入牛肉の消費量、ね、1990年の自由化消費量とが並行して、乳がんとか前立腺がんを含むホルモン依存症のがんが急速に増加しているわけです。牛肉関税引き下げによって日本国民は合成ホルモン剤汚染牛肉の一層の消費を押し付けられるということになる。さて、日本は今年の4月から日米経済対話というのをスタートしました。アメリカは牛肉、豚肉、乳製品などの関税引き下げや日米 FTA を強硬に求めています。で、本来ですね、
皆さん、こういう自由貿易協定であり方おかしいと思いませんか。輸入国の基準を、相手国の基準を守って輸出する、これが貿易の規範ではないでしょうか。輸出側が自分たちのいいように相手国の基準を変えさせて輸出するというのは間違ってますよね。正義に反する、まあ、そういうことがまかり通ってるわけです。自由貿易協定とは一体何なのか。この自由というのは多国籍企業の自由、彼らの自由な営利活動を認める、そういうための枠組みではないかと私は思います。グローバル企業の国境を越えた活動の自由を守って、私たちの食料安全保障と食の安全を奪うものです。日米 FTA というのは断固結んではならないと思います。食料安全保障を奪い、食の安全を奪う不公正不道徳な自由貿易協定はいりません。 TPP も日米 FTA もいらない、これが私たちの心気持ちですね、国民の、主張です。そして公的趣旨の復活を実現する国民運動を皆さんと一緒に広げていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。本当はね、もっと時間があってゆっくり皆さんと意見交換できればいいかな、長く、そして詳しくご説明いただきました。ありがとうございました。皆さんで改めて聞いてご礼の拍手をお願いしたいと思います。それでは今日は報告会、それから講演会ということで、来ましたけれども、最後に、山田先生の方から締めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。今安田さんのお話聞いてみてみんなびっくりしたと思うんですけども、本当にここまで来てる、ここまで来てる。光光の栽培農家に3日前にお会いしたんですが、で収穫刈り入れ前でした、お米ので、その彼が私に言ったことが、実は三井化学の調査員でしょうね、職員がやってきて、あなたの畑の今年の収穫はこれだけですと告げられたっていうんです、標本を見せて。ということはモンサントと同じようにすでに調査員を契約した畑にはどんどん派遣してるわけです。これね、今そこまで来てるということですから、この種子の問題、食の安全基準の問題、これは我々 TPP 意見訴訟を書いても弁護団でも随分役員会でも話し合いまして、新しく種子と食品の安全についての新しい意見訴訟をやりたいと、我々の健康権、命を守る権利を侵害しているという形で頑張りたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ぜひ新しく原告になっていただきたいと思ってます。でもう一つ、実はJA の先ほど話した八木岡組合長さんとか JA 約20の JA とか中央会が種を守る会に参加で、政教団体も約20の団体が今加盟してます。で続々と、昨日も長野中央会から参加という話がありましたが、で一般市民の皆さん方も今日ここに持ってきておりませんが、TPP の種子のリーフレット、種が危ない、あれを10部とか5部とか20部とかひっきりなしに注文来まして、今すでに4万部出てます。まだ10万部印刷しましたんで結構あるんですが、今あそこに杉山さん、ちょっと立ち上がって見せてくれる。これ一部20円なんです。で今日持ってきてないみたいなんですが、今日皆さんにぜひそれ見てもらいながら、同時に日本の種を守る会ではこういうふうに種子とか農薬とかってのは大変大事ですから、実は来月の12月の16、17日イベントをやる予定しています。種のイベントです。で全国から伝統的な古典種を持ち寄って、そしてその実は豊島園の喜楽堂というところですが、ここは練馬にあった農家
古民家、これを再生した欅の森に囲まれたスポットみたいな夢みたいなところなんですが、そこでたまたまもう臼、餅つきの臼が6個ぐらい、キネも随分見つかりまして、でそれを今きれいにしているところなんですが、そこで伝統的な固定種のもち米を持ち寄って餅つき、そして伝統的な固定種の種を持ち寄って、そしてそこで種子の交換会、いわゆる種市、そして種子の映画で、安田さんの今あったようなお話をいろんな方々にやっていただきながら、2日間イベントをやりたいと種を守る会で決定して、今具体的に15日にはそれがはっきりする予定なんですが、どうかこう我々意見訴訟の会でもこれに講演したいと、そして一緒に参加してこういろいろ種の問題を広くみんなに知らせようと思いますが、今池澄代表とも相談しましたけども、ぜひこう皆さん方これを講演することにご同意いただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。でぜひこれから本当に残された時間はそうないかと思いますけども、我々は諦めちゃいけない、最後の最後まで戦うっていう気持ちで一緒に頑張りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。